びっくりしたまま、こんなに水ぶくれになってると思わず。大丈夫？痛いね。はい、じゃあ薬もらいましょう。はい、今からね、薬をもらうんですけど、足結構ひどかったですね。こんな大きくなっちゃいました。なんかね、ママはね、もうちょっとね、軽い火傷だと思ったの。でも学校はさ、やっぱさ、年には年をじゃないけど、軽くても一応病院行ってくださいっていう感じだと思ったの。結構水ぶくれすごかったね。やばかった。やばかったね。なんかプツプツプツみたいな。結構大きかったよね。しょうちゃんもびっくりした？びっくりした。びっくりしたよね。学校見た時いなかった。なのでなんかちょっとね、強めの薬を塗って、ね、ここね、貼ってあるから、丸一日このままにしてくださいっていうことなので。お風呂入れない。髪だけ洗う。髪だけはこうやって洗う。これさえ濡らさなければ別にあとは健康なんだから大丈夫。あとは健康。そうそうそう。足の裏洗いたかった。足の裏も洗えるよ。別にこうここか濡らさなきゃ、膝濡らさないで足の裏だけこう洗うとか。今日シャワーで足の裏洗う。そうだね。じゃーん。あ、すごいよね。ももかちゃんとほのぼのちゃんのひろちゃん。これも買おっか。これも買います。あとでじっくり読まなきゃね、買います。買います。そう、ニコプチもね、ずっと買う予定だったんだよね。そう、ポップティーンはちょっとお姉さん向けすぎるよね、しほちゃんには。見てんだよ、アルマティーンでちゃんと。うん、コプセンとか。そう、見てるよ。まあでもしほちゃんにはまだやっぱこっちの方がいいかな。早いというわけで、早いというわけで。ニコラも可愛いけどね。あ、コンシーラーとか。お化粧品だね。ね、でもこれもさ、うん、大人向けで、おつりは中学生って。そう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 。確かそうだよね、書いてあったもん。どこ中学生って。どこに書いてあるの？どっかに書いてあった。書いてなかったら小学生じゃないですか。これ書いてあったよね。ほら、女子小学生ナンバーワン雑誌、小学生用の雑誌。これ中学生だけど、ももかちゃんとかいいから、これ何、雑誌って、これ今回なんだっけ、付録。あ、アルジーのバッグなんだ。かわいいでしょ。あ、でも秋っぽくていい色だね。これベージュ。これね、ん、あ、ふわもこファーポシェット。これちょっとバッグじゃん。バッグだ。かわいい紫で、かわいいね、いいじゃん。じゃ買いましょう。グミペア。